四編五十五編です。四編四十九編から六十編は第二巻の中で特にダビデの道について教えてます。ずっと言葉の戦いですね、うん。ダビデの神様に対する信頼、まず主の言葉を聞くというところが始めだったでしょ？四十九から五十五十一と。はい、それでそれに対してこの敵が言葉で戦う。うん で55からこの555657ここでは今度「主」の言葉に「信頼する」うん「必ず祈りを聞いて答えてくださる」この「主」に信頼するということがテーマになっています。第1巻の最初の方に多かったんですけどこの「祈りを聞いてくれる呼ぶ」と答えてくれる神様というところから55編が始まります。はい、神よ 私の祈りに耳を傾けてください。私の願いを避けて身を隠さないでください。私に身心を止め、私に答えてください。私は悩みによって弱り果て、敵の声と悪しき者の虐げによって気が狂いそうです。彼らは私に悩みを望ませ、怒って私を苦しめるからです。私の心は 我が家にもだえ苦しみ、死の恐れが私の上に落ちました。恐れとおののきが私に望み、甚だしい恐れが私を追いました。私は言います。どうか鳩のように翼を持ちたいものだ。そうすれば私は飛び去って安きを得るであろう。私は遠く逃れ去って野に宿ろう。私は 急ぎ避難して早手と嵐を逃れようと敵に迫害されて、うん、この悩んでるっていうのは迫害されて苦しんでるっていうでしょう,んうん、うん、苦しみ苦しみその中で恐れがあるのよね恐れ、うん、恐れおののき、うん、甚だしい恐れ敵の迫害の中でこの恐れというものと戦ってるんだよね。うん、ダビデはははソロモンに言いいいいましたよね、うん、恐れててななななららなおのの モーセがヨシにに言ったように恐れるなということが励まししの言葉ででょそうですね、うん、敵の攻撃が来た時の一番の問題は恐れということだと教えられてるんだと思います「主よ彼らの計りごとを打ち破ってください。彼らの舌を混乱させてください。私は町のうちに暴力と争いとを見るからです。彼らは昼も夜も 町の城壁の上を歩き巡り町のうちには害悪と悩みとがありますまた滅ぼすことが町のうちにありしいたけと欺きとはその市場を離れることがありません町の中が暴虐でいっぱいですねうんノアの洪水の時に地に暴虐が満ちていたその暴虐ですから ひどい混乱なんだと思うんですけど、この舌とか椎げあざむき、言葉が乱れてるということに、はい、この暴虐、害毒、悩みが表されてるものだと。私を罵る者は敵ではありません。もしそうであるならば、忍ぶことができます。私に向かって高ぶる者はあだではありません。もしそうであるならば、身を隠して、 彼を避けることができます。しかし、それはあなたです。私と同じもの、私の同僚、私の親しい友です。我らは互いに楽しく語らい、連れ立って神の宮に登りました。どうぞ死を彼らに望ませ、生きたままで読みにくだらせ、恐れを持って彼らを墓に去らせてください。 私の同僚私の親しい友が裏切っている一番の苦しみですね、うん、王様には王の友っていう、まあ、役職じゃないんですけどダビデの時はフシャイという人と助言者のアヒトフェルですね。うん、アヒトフェルは 旅を裏切った人ということと最後に自殺するそれで「イスカリオテのユダ」をまあ連想するものですよね「親しい友」がかかとを上げたと「神様は呼んだら救ってくれる」というところから後半また始まるんですね。ししかし私私私がが神にににに呼ばればれれ主は私を救われますべに明日に真昼に私が 嘆きうめけば、主は私の声を聞かれます。たとえ私を責める者が多くとも、主は私が戦う戦いから、私を安らかに救い出されます。昔から御蔵に座しておられる神は、聞いて彼らを悩まされるでしょう。彼らは掟を守らず、神を恐れないからです。 私の友はその親しきものに手を伸ばして、その契約を破った。その口はバターよりも滑らかだが、その心には戦いがある。その言葉は油よりも柔らかだが、それは抜いた剣である。 神殿を建てた時にも約束してくださったんだよね。そうですね。うん、その呼んだら答えてくれる絶対裏切らない神様だっていうことでしょう。<laughs> そうですね、うん。裏切ったというと、イスカリオテのユダをまあ、すぐに思い出しちゃうんですけれど。そうですね、一番最初に思い出したりしますね。うんうん、主のために戦ったパウロも、同労者や友人たちに裏切られたり、離れてったりと。いう人の名前が。うん 意外とたくさん手紙の中に出てるんですね。そうですね、うん。第二手もてなんですけど、第二手もての出だしのところを読むとわかるように、弟子の手もてがかっかりしてるんだよね。うん、うんえー。勇気を失ってる。はい。だから強くあれって言って励ます中でもこのデマスっていう人は用を愛して捨ててった。銀座国人アレキサンデルは私を大いに苦しめた。 弁明の際には私に味方する者は一人もいない一人もいないですね、うん、みんな私を捨ててそして正しい良心を捨てて信仰の派遣にあっている人がいますね、うん、まあペテロも主イエスを見捨てた、うん、いうことだったと思いますけれどもそ,その中でもこの五十五編の詩人は神様に信頼します、はい、あなたの荷を主に委ねよ主は あなたを支えられる。主は正しい人の動かされるのを決して許されない。しかし主、あなたは彼らを滅びの穴に投げ入れられます。血を流す者と欺く者とは、己が日の半ばも生きながらえることはできません。しかし私はあなたにより頼みます。 あなたの重荷を主に委ねよ、主はあなたを支えられるという言い方は、まあ、みんな好きな言い方だよね。大師、はいうん、ペテロのところで言うと、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。うん、そしたら、神様が彼にみてくださる。この重荷とか思い煩いと言っているのは、この世の思い煩いというよりは、この苦しめられている。その苦しみだよね。で、自分で復讐するんじゃなくて。 で神様が取り扱ってくれることを信頼して委ねてるその正しい人は絶対に揺るがされることはないと言いますけど、うん、先ほどのペテロのところでね続いてるんですよね。でしばらくの苦しみその迫害や苦しみの中で「あなた方を癒し<え>強め、うん、力づけ不動のものとしてくださいます」と約束してくださってますね。終わりの時時代、代困難な時代が来る時 主の皆のために、迫害が激しくなる時。たくさんの敵が現れますけれど、第二テモテの三章に。そのリストがあるんだね。そうですね自分を愛する者から始まる。まあ、うん、二十個ぐらい。ありますよね。はい。うん。その中に。高慢な者そしるもの。そしるもの。裏切る者、うん。裏切り者。ここにも出てきます。その中で。主により頼む。うん。 これがこの詩篇の最後の文章ですけど、ここまで大変な状態でも主から絶対に離れない。主に信頼しますという言葉でこの詩篇が終わります。見言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように。菅野和彦、ひろみでした。